で、特訓してるうちにそんなありさまになったと。シップハル、保健室からもらってきてあげるよ。カナタ先輩、絶対そのまま寝るつもりでしょう。ごめんなさいね。でも全部嘘ってわけじゃないわよ。全身から力を抜いて体を揺らす健康法、結構あるんだから。すみません、私が不甲斐ないばっかりに先輩の手首を。もう本番は目立たないようにコートの隅でじっとしているしか。諦めてはいけません、しずくさん。諦めなければ可能性は無限大です。私たちも協力しますから、一緒にバレーボールを攻略しましょう。やっぱ反復練習あるのみっしょ。打って打って打ちまくる、受けて受けて受けまくる。1000本くらいやればさすがにまともになるんじゃない。1000本？終わる前に体が壊れちゃうよ。いえ、愛さんの方法が一番確実かもしれません。お芝居も何度も繰り返し台本を読んでセリフや話の流れを覚えますし。ねえ、それならお芝居をすればいいんじゃないかな。しずくちゃんはお芝居が得意でしょ。だったらバレーボールのプロ選手を演じてみれば。なるほど、それはナイスアイディアです、リナさん。動きだけですけどね。ボール持ったらどうなるか。一応プロの試合動画とか見まくってプレイスタイルは完コピしたみたいですけど。よっしゃ、しずく、愛さん渾身の一撃を受けてみよう。お願いします。いくよ。そう、すごい音。手加減ゼロ。これしずくちゃん打てるの？今の私はプロのバレー選手、幾多の試合を勝ち抜いてきた百戦錬磨の。とも言える顔でボールを受けるなんて。はあ、やっぱりこうなりますよね。